19世紀のコックレーン。右に描かれている3階建ての建物が出没場所。コックレーンの幽霊は、18世紀のイングランドで大きな注目を集めた幽霊騒動。オンドリ工事の幽霊、コック通りの幽霊とも。コックレーンは、ロンドンのスミスフィールド市場に隣接する裏通りで、セントポール大聖堂から歩いて2、3分のところにある。 1762年、この路地沿いにある建物に幽霊が出たという報道によって一躍注目の的となった。この物語は氷菓子のウィリアム・ケント、教会職員のリチャード・パーソンズ、及び彼の娘のエリザベスの3人を中心に展開した。ケントは妻のエリザベス・ライウスが出産中に死亡した後、彼女の姉妹のファニーと親密な関係になった。 二人は、教会法によって、結婚は許されなかったが、ロンドンへ、引っ越し、パーソンズの所有する下宿屋に滞在した。そこにいる間、コツコツと叩く奇妙なノック音がしたり、幽霊のような幻霊が現れたという報告があった。ケントはパーソンズに金を貸していたが、パーソンズはそれを返さず、ケントは彼を告訴した。ファニーは妊娠し、二人は出て行った。それから、 ノック音は聞こえなくなったが、彼女は後に天然痘で死亡した。約18ヶ月後、ケントはパーソンズへの貸付金に対する訴訟で、勝訴すると、パーソンズは彼の家屋がファニーの幽霊に取り憑かれたと主張し出した。霊現象は、パーソンズの長女エリザベスを中心にして現れ、引っかきファニーの死意を探るために、正式な恒例会が開かれた。 コックレーンには面白がった。見物客が集まり、しばしば通行不能になった。サミュエル・ジョンソンを含む調査委員会はこの問題を調査し、普段の幽霊は詐欺だと結論付けた。さらなる調査で、この詐欺は、父、リチャード・パーソンズに共用され、エリザベスが行っていたことも証明された。関係者は共謀罪で起訴され、パーソンズは、さらし代でさらされ、 懲役2年を宣告された。この話は、メソジストとイングランド国教会との間の論争の的となり、現代文学でもしばしば言及された。チャールズ・ディケンズは、著書の中でこの騒動に触れた、ビクトリア朝時代の作家の一人であり、風刺画家のウィリアム・ホガースは二つの作品で、この騒動を取り上げた。 1756年から57年頃、ノーフォーク出身の氷菓子ウィリアム・ケントは、リンハム出身の食料雑貨店の娘エリザベス、ラインスと結婚した。二人の関係は、深い愛情、調和、そして友好な関係で満たされていたようで、およそ11ヶ月後、ストークフェリーに、引っ越し、ケントは、郵便局を経営した。エリザベスの姉妹のフランシスは、 エリーザベスの話し相手になるために二人と共に引っ越した。しかしその直後、エリーザベスは出産中に死亡した。ファニーは幼児を看護したが、間もなく死亡し、そのまま家事の手伝いをするためにその家に住んだ。ケントとファニーは、間もなく親密な関係になったが、教会法は、あらゆる結婚の可能性を認めないように思われた。 ケントはこの問題に対する助言を求めるために、ロンドンに赴いたが、死亡したエリザベスは生きた息子を産んだので、二人が関係を持つことは許されないと聞かされた。その結果、1759年にケントは、郵便局を譲渡し、ファニーを残して、ロンドンに引っ越し、いくつかの役所に職を求めた。一方ファニーは、兄弟と住むためリンハムに戻った。 家族が反対したにもかかわらず、ファニーは、ケントへ手紙を書き、結局ケントはファニーが、ロンドンのケントの元へ来ることを許した。二人は、マンションハウス近くの下宿屋に滞在した。そこでケントは、下宿屋の主人に20ポンドを貸した。主人が返済を拒否したため、ケントは彼を逮捕させた。二人は、下宿屋を出て、セント。 セパルカーイコールウィズアウトイコールニューゲート教会で、早朝の祈りに参加していたとき、教会職員のリチャード・パーソンズと出会った。パーソンズは彼らの状況に同情的で、その上賃貸用の下宿屋を所有していたため、部屋の賃貸の話は、早々にまとまった。パーソンズの下宿屋は、セント・セパルカーの北、コックレーン20番地にあった。ロンドン中心部によくある。 細く曲がりくねった通りは錆びれていたが、そこはふさわしい場所でもあった。問題の建物は3階建てで、各階の各部屋は螺旋階段でつながっていた。パーソンズには妻と二人の娘がいた。長女のエリザベスはちょっとずる賢い11歳の女の子と言われていた。パーソンズは一般には立派な男だと思われていたが、 近所ではノンベイで家族に苦労をかけていることが知られていた。ケント夫妻が引っ越してくるや、イナや、パーソンズは、ケントから、人が津たり1ギニーの利子で12ギニーを借りた。ケントは後に、田舎の結婚式に出席するため、しばらく家をルースに、することになり、エリザベスに、ベッドを共有して、ファニーの話相手になってくれるよう頼んだ。 そして二人はひっかいたりコツコツと叩く音を聞いた。パーソンズの妻はそれを隣の靴屋のせいだとしたが、ファニーはそれを信用せず、その音は彼女の死を予告していると思った。近くのホイートシーフパブの店主ジェームズ・フランゼンは、パーソンズ家に立ち寄り、やはりノック音を聞き、幽霊のような白い人影が階段を上るのを見たと、語った。怯えた、彼は家に帰り、 その後すぐに訪れてきたパーソンズに幽霊を見たのだと主張した。お腹に赤ちゃんがいたため、ケントはクラーケンウェルにあるバートレットコートに引っ越す手配をしたが、彼が帰ってきた1760年に1月にまだ家は準備できていなかった。ファニーはその時妊娠8ヶ月になっていたが、二人は近くの不便なアパートメントに短期間だけ住むつもりで引っ越した。 一方で、ケントとパーソンズとの関係は、パーソンズが借金を返済しないため悪化した。そこでケントは、彼の弁護士に、パーソンズを告訴するよう命じた。弁護士はその時彼に賛義に借りていた。ファニーは1月25日に病気になった。主治医は、それは、陣痛ではなく、発信熱の初期症状だと話した。妊娠中の危険な時期に、彼らの下宿屋では、 不十分だというケントの意見に、医師も同意し、ファニーは普通列車で、バートレットコートへ移った。翌日医師は帰り、ファニーの薬剤師と会い、両者は、ファニーの病気が天然痘であるという意見で一致した。ファニーは、数ヶ月前に遺言状を書いており、診断を聞いた後に弁護士を呼び寄せ、彼女の所有物のすべてが確実に、ケントのものになるよう取り計らった。彼女は、 セント・ジョン・クラー・ケン・ウェル教会のスティーブン・オールドリッチ牧師に看護され、牧師は彼女に、彼女の罪は許されると言って安心させた。1760年2月2日、ファニーは死亡した。ファニーの遺言執行人としてケントは筆を発注したが、彼らの関係が知られて起訴されることを恐れ、匿名のままにするよう依頼した。しかし、墓地を登録するときに、 彼女の名前の記入を求められ、彼は自分の名字を記した。ファニーの遺族は不法を受け、姉妹のアン・ラインスがセント・ジョン教会で行われた葬儀に出席した。アンは彼女と彼女の兄弟がハン・クラウンだけ相続、残りはケントへという遺言状の内容を知ったとき、民法博士会館でそれを阻止しようとしたが、うまくいかなかった。ケントは、 株式な加人になり、1761年に再婚した。彼の遺産には、ファニーと彼女の兄弟トーマスが共同保有する150ポンドに及ぶ不動産が含まれており、そのトーマスが死亡した。不動産にはファニーらの兄弟ジョン・ラインスからトーマスへ売却された一部の土地も含まれていた。ケントもファニーが共同保有していた土地を相続することになり、 ファニーの遺族は憤慨した。売却における法的問題は、トーマスの相続者は保証金として45ポンド支払わなければならないということを意味したが、ケントはそれを拒否し、彼はファニーの負債を生産する際にすでに金は使ってしまったと主張した。1761年10月、ジョン・ラインスは、ケントに対し大法官裁判所に提訴した。 19世紀に描かれた幽霊が出た部屋の絵。1762年1月までには、ケントはパーソンズに貸していた金を取り返すことができた。同じ頃、コックレーンでは、不可思議な音、ケントが去った時に鳴り止んでいた、が再び鳴り始め、その頻度は増していた。ケント夫妻が退去した直後に引っ越してきた、キャサリン・フレンドは、音がやまないとわかると出ていった。音が、 明らかにその周りで発生していたエリザベス・パーソンズは、引きつけを起こし、家族は、日常的に不安にかられた。その説明できない音は、当時猫が椅子を引っかいている音に例えられた。伝えられるところでは、リチャード・パーソンズは、音の原因を探るため、大工に、エリザベスのベッドの周りの羽目板を外させた、が、何も見つからなかったという。パーソンズは、 1754年から、セントセパルカーの伝道師助手になり、1761年からは、西スミスフィールドのセントバーソロミューザグレートの、教区牧師を務める、メソジストのジョン・ムーアに相談した。二人は、ファニーが死にかかっていた時にパーソンズとフランゼンが、見たのは、前妻のエリザベス・ケントに間違いなく、パーソンズ家に現れた霊はファニー・ライウス自身に、 違いないという結論に達した。おそらく二つの例は永民することができず、それは彼女らが重大なことを伝えようとしている、明らかなサインだとした。パーソンズとムーアは、例と交信する方法を考案した。一回のノックで、イエス、二回でノー。この方法のもとで、例は、ファニーは殺されたのだと訴えた。 ファニーが死にかかっていた時に現れた幽霊はエリザベスであり、彼女の姉妹に運命で苦しむことを警告するために現れたと憶測された。このケントに対する告発、彼が最初の妻を殺したというが行われることはなかったが、度重なる質問を通じ、ファニーは天然痘ではなくヒ素中毒で死んだと推測された。 おそらく致死料の毒が彼女の死の2時間前に、ウィリアムによって投与され、今彼女の霊は当然の報いを求めていると思われた。ムーアには犯罪を疑う理由があった。彼は、リチャード・パーソンズから、ケントに対して高額でもない金のためにしつこく、付きまとわれていたということ。アン・ラインスからは、棺がネジ止めされていて、ファニーの死体を見ることができなかったという不満を聞いていた。 それを証拠として、ムーアは、ファニーには、天然痘の症状が出ておらず、ケントは、彼女が中毒であったことを隠したかったのだと思った。パブリックレッジャー紙は、この現象を詳しく報道し始め、ケントは、世間から殺人者として、疑いの目で見られた。報道が、ケントが犯したと匂わせる告発を行うと、彼は、身の潔白を証明するため、立ち会い人を伴って、 ムーアの元を訪れた。ムーアは、パーソンズと共に作成した幽霊への質問のリストを、ケントに見せた。その中には、ウィリアム・ケントとファニー・ライウスの婚姻関係に関する問いがあり、ケントは彼らが結婚していなかったことを認めた。ムーアはケントがファニーを殺したとは思っていなかったが、例の存在が、その他の諸々の裏には何か、闇に包まれた部分があり、彼が、 パーソンズの家へ行けば、彼は同じものを目撃し、その事実を納得するかもしれないことを示していると、ケントに話した。そこで、1月12日、ケントは、ファニーの最後を見取った二人の医師に同行してもらい、メソジストのトーマス・ブロートン牧師と共にコックレーンに、向かった。家の上階では、エリザベス・パーソンズが面前で服を脱がされ、妹と共に、ベッドに入った。 立ち会った人々は、部屋の真ん中にあったベッドの周りに座り、そして、恒例会が始まった。メアリー・フレイザーは部屋を走り回り、ファニー、ファニー、出てきてくれないかしら来て、お願いファニー、かわいいファニー、来て、と叫んだが何も起こらなかった。同席した人々は、彼らがあまりに騒いだので幽霊が出てこないのではないかと、話した。 ムーアは足を踏み鳴らして、幽霊とのコンタクトを試みたいので、彼らに部屋から出るように頼んだ。彼らが退出した後、10分ほどして、幽霊はノックを始め、彼らは部屋に戻った。それからムーアは、彼とパーソンズが用意した、質問のリストを急いで読み始めた。イングリッシュクリデュリティをワザ・インビジブルゴースト。幽霊が、 ベッドの二人の子供の上に現れている。ジョン・フィールディングとその連れが見える。壁の肖像画はボトルコンジュラーとエリザベス・カニングのもの。作者不明だが、オリバー・ゴールド・スミスの可能性がある。部屋にいた一人が言った。ケント、君が、公主刑になるかどうか、この幽霊に尋ねてみなよ。答えは、ノック一回だった。ケントは、大声で言った。 お前は嘘つきの霊だ。お前は私のファニーの幽霊ではない。彼女は決してそんなことは言わなかった。二日後、エリザベスはブレーケに移された。そこでも二人の客の面前でノックオンは続いた。彼女はコックレーンに帰り、1月18日にケントは薬剤師とスティーブン・オールドリッチ牧師と共に別の高齢会に出席した。 そこでは幽霊に対しより多くの質問がされたが、牧師がろうそくを使ってベッドの下を覗こうとしたとき、霊は答えることを拒否した。フレイザーはこれを彼女は光が好きじゃないからと説明した。数分後、ノックは再開された。フレイザーは幽霊が裁判に出廷するかどうか尋ねることを拒んだ。出席していた信徒があなたが 本当に例ならば、ベッドの支柱を叩いてください。と言った。それに対する答えは、ひっかく音だった。ウィリアム・ケントと、ファニーが、コックレーンに住んでいる間、メイドとして、エスター、キャロット・カーライルを雇っていた。カーライルはその後新しい仕事に移ったが、霊現象については何も知らなかった。パーソンズとムーアはファニーが中毒で死んだことを、証明する必要があり、 カーライルに質問しに行った。カーライルはムーアに、ファニーは死ぬ前の数日、話すことができなかったと話し、ムーアはカーライルを高齢会に招待した。カーライルが到着すると、彼女はファニーが毒殺されたことを確認していないか、どうか尋ねられた。しかし、カーライルは堅くなに、ファニーは彼女に何も話さず、ウィリアムとファニーの関係について、とても愛し合っており、 一緒に暮らせてとても幸せそうだったというだけだった。ケントはその夜遅くに到着し、今度は、ジェームズ・フランゼン、ウィリアム・ドッドボクシ、トーマス・ブロートンを伴っていた。フレーザーはムーアに送り出される前、いつもの紹介を始めた。彼は、その後、約20名の出席者に部屋から出るよう頼み、数分後に、彼らを呼び戻した。今度の質問は、 カーライルが幽霊と話すことができるかどうかに集中した。高齢会は一旦終了した。フレーザーとフランゼンは部屋に残った。伝えられるところでは、フランゼンは恐怖のあまり動けなかったという。高齢会は再開し、フランゼンは後に自宅に帰った。帰った後、彼は幽霊の旅重なるノックオンに苦しめられたという。1月20日、新たな高例会が、 この時は、ホージャーレーンの角のブルインケで行われた。この出席者の中に、あくまでそれが詐欺であることを暴露し、不可解な現象の真相を突き止めることを望んでいる男がいた。彼は後に、ロンドンクロニクルにその夜の内容の記事を寄稿した。彼は、オールダーズゲートにある、セントアンセントアグネス教会のジェームズ・ペン牧師を含む数人のグループで到着した。 家の中に入ると、そのグループのメンバーはベッドに接した位置に着いた。幽霊の静ずシの一人に、そこを毒用言われたが、彼は断り、短い口論の後、シズシャは去った。その男はそれからパーソンズに、娘を彼の家へ迎えてもいいかどうか尋ねたが、拒否された。その夜はそれ以降幽霊は音を立てなかった。エリザベスパーソンズはその時非常に震えており、 引きつけの兆候を示していた。質問された時、エリザベスは幽霊を見たが、怯えなかったことを認めた。この時、一部のグループは去ったが、翌朝7時頃に、ノック音が始まった。いつものファニーの死と、その原因に関する質問に続き、セントジョン教会に埋葬されている彼女の遺体に、関する質問に移った。よーくこう。 エドワード王子は1762年1月30日の高齢会に出席した。パーソンズは1月22日にオールドリッチ牧師の家でさらなる検証を行っていいかどうか尋ねられるとそれを了承した。しかし、ペンラがその日の朝にパーソンズの家へ行くと、パーソンズはエリザベスはいないと言い、彼女の所在を明らかにすることを拒んだ。にパーソンズは、 友人と話しており、ケントが自身での調査に多忙なことを懸念しているようだった。代わりに、パーソンズはその夜、セントバーソロミュー病院で、高齢会を行うことを許可した。その夜は何も起こらず、朝6時になって3回の引っかき音が鳴った。少女は寝ているようだった。約20名の出席者は、普段の現象はインチキだと不平を言い始めた。 エリザベスは目を覚まし、泣き出した。そして大丈夫だと言って安心させると、このことが詐欺だと思われると、お父さんは落ちぶれておしまいになってしまうことを心配したと認め、また眠っているように見えてしっかり周りの話を聞いていたことも認めた。現在外中の噂の的になっている子供の父である私の人格を非難する広告が、 いくつか新聞に掲載されたことに対し、私はここに表明します。私は常に、我が子を、子を持つ親や公正な人なら、受け入れられる程度の、公平で優しく扱うといった保護だけを要求し、我が子を率直で理性ある人々の手による心理に、引き渡すことを厭わず、そしてその準備はできています。リチャード・パーソンズ、パブリック・クレッジャー。 1762年1月26日ロンドン、市長、サミュエル・フラッドヤーは数通の請願書を受け取り、1月23日に、オールダーマン・ゴスリング、ジョン・ムーア、およびリチャード・パーソンズの申し入れを受け、彼らの体験を聞いた。しかし、フラッドヤーは、最近詐欺師、エリーザベス・カニングの事件があったことから、ケント、またはパーソンズを、それぞれ殺人。 または共同防御の容疑で逮捕することは拒否した。代わりに、メディアによる容赦ない報道が一因となっている、興奮状態に対し、オールドリッチジク支度での検証を後に命じた。一方、1月23、24日に行われた、高齢会の研究の主題は再びエリザベスになった。パーソンズは、市長の決定を聞き、それに同意したが、 エリザベスと関係ある人間が日中彼女を慰めるためにそこにいるのを許されるのかと尋ねた。二つの似たような要請があったため、これは拒否され、オールドリッチとペンは彼らが受け入れるのは厳正な人格で高い評価を得ている家政婦だけだと強調した。パーソンズは了承し、オールドリッチとペンは彼らとの交渉の報告書を提出した。 明らかに動揺したパーソンズはパブリックレジャーでの自分の立場を守るための声明を出し、それはオールドリッチとペンがロイズイブニングポストでそれに対する辛辣な反論を促す結果となった。我々はパーソンズが常に子供を引き渡す気があったという主張に大いに困惑している。今月20日水曜の夜に彼はそれを拒否している。保護を要求することで 何がわかるのかこの話は、ロンドン中に広まり、1月中旬になると見物客が、群がって、コックレーンが通行できなくなるほどになった。パーソンズは、幽霊へと、話すための入場料を徴収し、大きな利益を得た。セント・ジェームズ・クロニクルと、ロンドン・クロニクルは、それぞれこの現象の詳細な記事を掲載した。エリザベスは1月26日に、 ジェーン・アームストロング宅に連れて行かれ、ハンモックで眠った。音が鳴り出すと、幽霊の支持者は、自信を深めた。連日報道は続き、オーファード・ハク・ホレス・ウォル・ポールは、ヨーク・コー、エドワード・王子、ノーザン・バーランド・伯爵夫人、メアリー・コーク夫人、及び、ハートフォード卿と共に1月30日に、霊の出現場所を訪れることを発表した。彼らは、 たくさんの野獣馬が集まる中苦労して訪問したが、結局期待は裏切られた。パブリックアドバタイザー氏は、音の発生は、通常朝7時まで伸びることがあり、時間は一定ではない。そうすることで、このペテンはうまくいっているのかもしれない。との所見を述べた。オールドリッチは、ダートマス博、ウィリアムレッグと共に調査委員会のメンバーを集め始めた。 地元の参加病院のほぼ主任事女とし、批評家で論客のジョン・ダグラス主教、ジョージマ高齢博士、ウィルキンソン大尉、そしてジェームズ・ペンとジョン・ムーアも選ばれた。ウィルキンソンは、高齢会に出席したことがあり、その時拳銃と警棒で武装していた。拳銃は、ノックオンの元を撃つために、警棒は、自分の脱出のために。そしてその中で最も著名なメンバーは、 サミュエル・ジョンソンだった。ジョンソンは1762年2月1日の高齢会の内容を記した。サミュエル・ジョンソンは幽霊をいたずらと結論付けた。2月1日夜、その地位や身分で著名な紳士たちが、オールドリッチ牧師の招きにより、死者の霊によるものとされる音の調査のため、いくつかの巨大な犯罪を究明するため、クラーケンウェルにある彼の自宅に集まった。 夜10時頃、男たちは部屋で、例によって、情緒不安定気味であるため、最新の注意が払われ、数人の女性によって寝かしつけられたその少女と会った。彼らは1時間以上待ったが、何も聞こえてこなかった。彼らは階段に行き、少女の父親に問いただした。彼は最も強い口調で、詐欺についての、あらゆる情報や意見を否定した。その例とされるものは、以前、 それを肯定するノックによって、クラーケンウェルのセントジョン教会の遺体が埋葬された地下墓所において、彼女の棺をノックすることで、その存在を示すことを約束していたのである。結果、この例とされるものの存在あるいは真実性に関する裁判を開くことが決定された。彼らが尋ね、議論していると、少女のそばにいた数人の女性から、少女の部屋へ来るよう呼ばれた。 ノックや引っかく音が聞こえたというのである。男たちが部屋に入ると、少女は彼女の背中にネズミのような霊を感じ、ベッドから彼女の手を握るよう要求されたと明言した。その後、霊が姿を見せることで、出席者の体や手に跡を残すことで、引っかいたり、コツコツ叩くことで、あるいは何か他の作用を見せることで、その存在を明らかにするようごそかに求められたが、 何かしらの人地を超えた力の証が示されることはなかった。霊はそれから、棺を叩くと約束した者は今地下墓所を訪れようとしており、約束はその後履行されるとの主張を極めて真剣に伝えた。訪問者は一時に教会に到着し、約束がなされた男は、他の者と共に地下墓所に入った。霊に対し約束の履行を厳かに求められたが、 沈黙以上の何も起こらなかった。例に告発されたとされる男は、他の数名と共に、下へ降りていったが、何の影響も認められなかった。彼らは帰ってくると少女を尋問したが、彼女から自白を得ることはできなかった。2時から3時の間に、少女は、父親と共に帰宅することを望み、それは許された。この結果、子供は特定の音を鳴らす。 あるいは偽装するずる賢さを持っており、何らかの高い意志による力は存在しないということが、この回の総意となった。サミュエル・ジョンソン・ムア・牧師は、ケントに対し、彼が、ファニーの死に対して責任があると思っていないことは、すでに話していたが、幽霊が現れなかったことには失望し、その後、幽霊はファニーではなく詐欺師だったと思っていると、ケントに話した。 ケントはムーアに対し、真実を認め、彼が知っていることについて、先生教述書を書くよう求めたが、ムーアはそれを拒否し、彼がまだ霊は存在していると信じており、その存在が、ケントの罪を示していると話した。パーソンズ夫人を含む多くの人々は、エリザベス・ケントと思われる幽霊は、彼女の姉妹の新しい関係に賛成していないと思っていた。 2月3日の恒例会では再び幽霊が主題となり、ノックオンは再び鳴った。エリザベス・パーソンズが使用した木片と幽霊が出た部屋の平面図。1762年。そして、パーソンズは自分が非常に困難な、そして深刻な状況に置かれていることに気づいた。幽霊が詐欺ではないことを証明するため、彼は、 娘がより多くのテストを受けるのを許さざるを得なかった。2月7日から10日にかけて、彼女はストランドにある家屋で毎日検査された。2月14日に彼女は、コベントガーデンにある家屋へ移され、手足を伸ばして、ハンモックの上で揺らされるなどの、様々な方法で検査を受けた。予想通り、オは鳴り出したが、一旦、エリザベスの手を、ベッドの外に置くと、音は止んだ。 二夜連続で幽霊が沈黙すると、エリザベスは2月21日日曜日までに音が鳴らなければ、彼女と彼女の父親はニューゲート監獄に送られるだろうと聞かされた。彼女のメイドは、彼女が体に6、4インチの小さな木片を隠しているのを目撃し、調査員に知らせた。より多くの引っかく音が聞こえたが、観察員は、 パーソンズが彼の娘を利用していたずら幽霊を作り上げており、エリザベスは共用されて音を出していたと結論付けた。エリザベスは2月22日に帰宅を許された。翌日、オリバー・ゴールド・スミスが主に執筆したザ・ミステリー・リビールドが発行された。その中で、ケントの事件は同情的に書かれていた。彼、未だ自らの潔白を証明しようとしていた。 は二日後にオールドリッチ、葬儀屋、聖職者、及び、教区の寺男とセントジョン教会にいるところを、目撃された。直近の新聞報道では、ファニーの遺体は、地下墓所から移されており、そのため幽霊は、彼女の棺を叩けなかったという説明がされており、彼らは、それが誤りであることを証明するために、そこにいた。ムーアにとって、 この最後の結論は十分すぎた。彼は自身の考えを撤回することを公表したコックレーンに現れた幽霊のせいで、その評価を目に余る態度で著しく非難された人物を公平に表し、弱者の軽心性を抑制し、この不合理な現象を理由とした悪意ある試みを打破するため、そしてさらなる不正を防ぐため、私はここに保証する。 私は幽霊によるものとされるそれら叩く、あるいはひっかく音はいかにしてか、あるいはどんな方法なのかを指摘することはできないとしても、それは、この出来事の関係者の何人かによって、企まれ、演じられ、続けられたものなのであると。さらに、私はそれら叩く、あるいはひっかく音がいくつかの巧妙で邪悪な仕掛けの効果であったと確信している。そして、 今月昨日、私が何人かの地位あるいは身分ある人々と、クラーケンウェルのオールドリッチ宅での、この不道徳な詐欺行為の公開調査に出席した、時に、より優れた手段によって私はそれを確信した。私はその時子供に会わなかったし、音も聞かなかった。そして私は普言するのが私の義務であると考える。被害者は、彼の振る舞いによってではなく、 疑惑の立場に立たされたが、揺るぎない態度を保ち、私は信じ込んでしまったが、無実は導かれた。ジョン・ムーアこの声明によって、ムーアに対する当局の態度が変わることはなかった。彼は、リチャード・パーソンズと彼の妻、メアリー・フレイザー、及びリチャード・ジェームズと共に、彼自身に共暴罪の容疑がかかっていることを知った。この事件は、 主席裁判官のウィリアム・マーレーによって裁かれた。五人全員の裁判は、1762年7月10日午前10時に、ギルドホールで改定された。裁判を統括するのは、主席裁判官のウィリアム・マーレーだった。法廷は被告に対する検討側の証拠の提出を見に、来た傍聴者で混み合った。彼は裁判官に、彼と、ファニーとの関係。 および彼女が、ひっかきファニーとして復活したことについて陳述した。ジェームズ・フランゼンが続き、彼の証言は、その後の元ファニーのメイド、エスター、キャロット、カーライルの証言によって裏付けられた。ファニーの最後を見取った、クーパー医師は、自身の先生教術書で述べたことを繰り返し、彼女の薬剤師、ジェームズ・ジョーンズが、クーパーの証言を補強した。 その他の原告側証人は、幽霊が、どのようにして現れたか、そして、リチャード・ジョーンズが、パブリック・レッジャー紙に掲載された、より攻撃的な記事に対して、どの程度責任があるのかを証言した。被告側証人には、エリザベス・パーソンズの世話をした者、及び、おそらく未だ幽霊が本物であると信じている者、他に、パーソンズの下宿屋の羽メ板を外した、大工、 幽霊の音から逃れるために引っ越したキャサリンフレンドがいた。ロス牧師と同様に幽霊にいくつかの質問を行ったトーマス・ブロートン牧師も召喚された。マーレイは彼に尋ねた。彼が幽霊を惑わそうと思ったのか、それとも幽霊が彼を惑わせたのかジョン・ムーアには数名の名声ある新種による支援の申し出があり。 彼のために仲裁を求めるカンタベリー大主教、トーマスセカーの書簡を提出した。マーレイはそれを未開封のままポケットに入れ、これが本案件に関係することはあり得ないと述べた。リチャード・ジェームズとリチャード・パーソンズは、また様々な承認による支援を得た。その何人かは、パーソンズが叫びたりだったことを認める一方で、彼が有罪だとは信じられないと証言した。 裁判は午後9時半ごろ決審した。裁判官は約90分かけて審議を総括し、15分後に陪審員の評決が言い渡された、全員有罪。次の月曜日、検討を中傷したことに対し責任がある2名が有罪とされ、罰金50ポンドが課せられた。共謀者らは11月22日に再び出廷させられたが、彼らと検討との間で、 賠償の合意が得られることが望まれ、判決は延期された。1763年1月27日、彼らは合意に達しなかったため、2月11日まで、王立法廷監獄に収監された。和解したジョン・ムーアとリチャード・ジョーンズは、訓戒を受けた後釈放され、その他には翌日判決が下された。本事件により、大きな苦痛を受けた検討士は、 犯罪者の処罰によって保証を受けるべきであり、両者の和解を期待して、裁判所は7、8ヶ月にわたる判決の延期を選択していた。この結果、聖職者と職人は、県都市に相当額、許しを買う金額として、何人かは500から600ポンドといった、お支払うことに同意し、厳しい非難を受けながら面積となった。 父親は1ヶ月に3回サラシで晒すことが命じられた。そのうちの一度はコックレーンの橋で。エリザベスと妻は1年間の投獄、そしてメアリー・フレイザーはブライドウェルでの6ヶ月間の重労働の判決が言い渡された。父親は最初にサラシで晒された時に正気を失ったようで、刑の執行は別の日に延期された。 果実と同様にさらされたとき、民衆は彼を虐待せず、大変同情し、彼に、寛大な寄付を行った。アニュアルレジスター、ボリュームクリー、および、ジェントルマンマガジン、1762年、43、および339ページパーソンズは一貫して、無実を主張し続け、2年間の投獄も宣告された。ウィリアム・ホガース作、クリデューリティ、スーパースティション、 アンドファナティシズム。コックレーンの幽霊が温度計の上に見え、ベッドの少女を叩いている。メソジストの説教師が若い女性の道義の中に、幽霊のイコンを滑り込ませているのが見える。コックレーンの幽霊は、当時のメソジストと保守的なイングランド国教会の間の宗教論争の的となった。霊的来世に対する信仰は、多くの宗教の、とりわけ、 キリスト教における必須要件であり、霊が現実世界に現れたと思われるあらゆる事例はそのような信仰を肯定するものとして大切にされた。ジョンウェイス霊は青年時代の自宅での霊体験と思われるものに強い影響を受け、魔術やその儀式に対する立場で批判を受けたメソジスト派を創立した。メソジスト派は決して統一された宗派ではなかったが、 その協議は、頂上現象に対する信仰と、ほぼ同義になった。そのため一部の信者は、コックレーンの幽霊を、かつてのカトリックの遺物だと考えた、イングランド国教会よりも信じた。メソジスト派のジョン・ムーアと、イングランド国教会派のスティーブン・オールドリッチの、対立がその典型例である。高齢会の一つに参加したホレス・オール・ポールは1845年に、 出版された彼の回顧録の中で、メソジストは幽霊の存在を立証しようと活発に活動していたことを非難した。彼はエリザベスパーソンズのそばには常にメソジスト聖職者の存在があったことを述べ、教派側から彼女の父親へトラブルに対する保障が行われたことをほのめかした。サミュエル・ジョンソンは彼のキリスト信仰に傾倒し、 1681年に出版されたサジュシズマス・トライアン・ファタスの中で無神論と会議論の対等に対する懸念と魔術信仰に関して述べたジョゼフ・グランビルと意見を共にした。ジョンソンの霊魂消滅に対する考えは悲劇的なものだったが、霊的来世の存在と、そしてそのような霊が現世を保護し、現世に忠告することを信じていた。彼は、 より信じやすいメソジストから距離を置いていたが、キリスト教が、来世の証明を必要としていることは認めていた。彼の電気記者、ジェームズ・ボズウェルとの議論の中で彼は語っている。私は、人が、自身の想像力の些細な力によって経験するかも、知れないものと、想像力ではおそらく生み出せないものとを区別する。それゆえ、私は、 私がその姿を見たり泣き声を聞いたりしたらそれは、ジョンソン、お前は、とんでもなく邪悪な奴だ。悔い改めない限り、お前は、確実に罰を受けるに違いない。と言われているのだと考えるべきなのだと思う。私自身の不面目は、私がこうして見て、聞くことで、それを想像し、深い感銘を受けてしまうことであり、それゆえ、私は、それが、 外界から私に伝えられていると思ってはいけないのだ。だが、もし姿が現れ、声が私に、特定の人物が、特定の場所で、特定の時に死んだという、私が懸念していることでもなく、それを知る手段もない事実を語りかけたなら、その事実は、すべての状況において、その後間違いなく証明されるはずだ。その場合、 私は超自然的な知能が私に授けられたことと受け入れるべきなのだ。サミュエル・ジョンソンいたずらの本質を明らかにするというジョンソンの役割は風刺家、チャールズ・チャーチルが1762年に表したザ・ゴーストでのジョンソンの明らかな軽心性に対するあざけりを抑えることにならなかった。ジョンソンの執筆活動に熱意が欠けていることに憤慨していたチャーチルは ポンポソの作中で、迷信的な性格を強調する人物を登場させて、それを皮肉った。ジョンソンはそれをほとんど気にしなかったが、シェイクスピア全集の出版が遅れたことをチャーチルが、再びアザケった時はより動揺したと言われる。当初出版社はこの霊現象と思われるものの、関係者への攻撃に慎重だったが、パーソンズの偽装が露見した後、 チャーチルの風刺と同様に事件を大々的に報じ、霊笑した。新聞は過去の詐欺事件の証拠を探し、レジナルド・スコットの妖術の暴露に言及した。アンチ・キメディア・オア・スーパースティション・ディテクテッド・ド・エクスポーズドと題されたコックレーンの事件の関係者の軽心性を嘲笑した匿名の作品の中で著者は本書についてコックレーンにおける 卑劣な不可思議に対する怒りの稽古であると説明した。サミュエル・フットによるザ・オリーターズなどの作品が間もなく発表された。コック、レーン・ハムバグなど滑稽な詩が出版され、劇場ではザ・ドラマーやザ・ホーンテッド・ハウスといった演劇が上演された。ホガース作「ザ・タイムズ」プレートにコック・レーンの幽霊とジョン・ウィルクスがさらし台にさらされており、 その背後の影の中に、カンタベリー大主教、トーマス・セカーが見える。俳優で、脚本家のデイビッド・ガリックが、風刺画家、ウィリアム・ホガースに捧げた、ザ・ファーマーズ・リターンは、大きな成功を収めた。この話では、国王の即位式のためロンドンからの旅行中の農夫が、彼の家族に、ファニーとの会話を話して喜ばせている。また、伝統的な役付けを逆にし、 疑い深い農民が信じやすい都会人をからかうという設定がなされていた。ホガースは、クリリューリティ、スーパースティションファナティシズムの中でメソジストを非難する態度を示した。この絵では、一人のメソジスト聖職者が若い女性の道義の中に陰形の幽霊を滑り込ませているのが見える。彼は、ザ・タイムズ、プレート2において、コックレーンの幽霊の背後に、 トーマスセカーを描き再びメソジストを攻撃した。幽霊と共に急進政治家、ジョン・ウィルクスを晒し台で晒すことで、メソジスト周辺の民衆運動とトーリー党との関係をほのめかした。これを見たウィリアム・ウォーバートン主教は、激怒し、彼はメソジスト派を批判する立場ではあったが、次のように述べた。私は、ホガースの幽霊の絵を見た。それは、 私がこの芸術家を意味嫌い、すべての人々からの尊敬を失う、下劣で、歪説、不条で、冒頭的な忌まわしい作品である。最善なのは、その最悪な部分が人々によく理解される十分な機会を与えないことである。ウィリアム・ウォーバートン19世紀の作家チャールズ・ディケンズ、彼の幽霊への強い興味は、幼少期の子守役、メアリー・ウェラーの影響による、は、 いくつかの著書の中で、コックレーンの幽霊を取り上げた。ニコラス・ニクルビーでは、主な登場人物の一人、ニコルビー夫人が、彼女の曽祖,祖父と一緒に学校に通ったのが、コックレーンの幽霊だとし、だってほら、お祖父様の学校の校長をなさってた方がなんと、被告京都でらしいて、そんなこんなで多分、コック通りの幽霊も大きくなってから、牧師様に、 あんな失礼な真似ができたんでしょうから、と話している。リケンズはまた、ニト物語及び、ドンビーフ氏でも簡潔に、コックレーンの幽霊に触れている。19世紀後半の小説家 C.L. パーキスは、女性探偵ラブで、ブルックの事件簿シリーズの一編として、ファウンテンレーンの幽霊を発表した。この短編が、コックレーンの幽霊事件を題材にしていることを、 疑うのは難しい。ありがとうございます。